谷翔平の直近4試合打率.778.1814、5号ムラン。ドジャース大谷翔平は.050.050を決めた19日のマーリンズ戦から直近4試合で18打数14安打、打率.778、5本塁打、13打点、9得点、長打率.1.722、OPS .2.522、4試合で5本塁打&5盗塁は1900年以降で史上初めてとなる。さらに今季128得点としてイチロー、2001年の日本人のシーズン最多得点127を更新、イチローのシーズン最多盗塁56やと1と迫っている。勝手にポストシーズンモード入っててさ、高校野球の地方予選かな。高校野球で4試合で5ホームランは無理やろ。本前に不明で草、いや異常すぎる、良い意味で狂ってる。やっぱ白ベッツ、フリーマンいるのが効いているというか効きすぎている。普通なら敬遠一択だもんだ。完全にゾーンに入ったな。地区優勝をかけたパドレスとの天王山、負けられない戦いで間違いなく成績はまだまだ伸びる。おまけにシーズン最終戦はロス天目と言われるクアーズフィールドのボーナスステージが待ってるぞ。これだけの成績なら去年の OPS は超えてほしかった。イメージよりだいぶ低い。 OPS たすは去年は185、今年が183、ほとんど差はないんやで。今年は XK の指標が結構下振れ続けてて運が悪い。 XBA だと314で首位打者のアラエス、315とほぼ同じだから打率上げてきたっていうより収束してきたが正しいんよな。外と大谷の WRC タスの差も6まで縮まったし、残り試合で大谷がこのペースでまくれば多分ひっくり返るで。今の大谷って球の見極めできてるし、打球も上がってるから結果はともかく調子はいい。ただシーズン序盤みたいには打球が伸びていかないから疲れはあるんやろうなとは思う。3割55本はクリアすると思う。得点圏含め打撃全体的に下振れがひどかった中でシーズン終わる前に戻しが来てよかったわ。盗塁がしやすくなってる部分もあるが、打者に専念したらどうなるの答えが史上最強の1番バッターってことか。管理人のつぶやき、大谷さんがちでポストシーズンに向けてよりヒリヒリした戦いをするためのモードに突入したようですね。得点で一郎さんを超えて盗塁もほぼ確実でしょうか。自身の記録を超えられた後の一郎さんのコメントも楽しみですね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。